こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO、まずは図鑑を埋めるところですね。これ持ってないんですよ。また影になっている近くにいるポケモンのところを目指して取りに行きました。なんだっけ、キリンキ、キリンキ、はい。でこれ出ちゃいましたよ。インスタグラムで写真あげましたけど、色違い、これ待ってたんです。ピカチュウよりこっちのスリープのピンクのやつが欲しかったから、超ラッキーと思って出た時、あ、出たって言っちゃいました。なんでね、せっかくなんで進化させておきます。で、レイドバトル、近くのジムでやっていたのがこのフーディン。これ私前に2回ぐらい撃沈したことがあります。もしかして私ちょっと強くなってるんじゃないかと思って挑んでみましたがこれは一人で立ち向かう相手じゃないんですかね。おすすめのポケモンで戦ってみたんですけど、最初のがいまいちだっていう風になるんです。あ、だからフーディンにいいポケモンはないのかと思ったんだけど、途中で出てきたベトベトンが効果抜群だになってたんですね。だから、あ、そうなのって思って、もう一回やっちゃいました。やらない日があると翌日まで持ち越せるんですよね。なので、そう、もう一回やってみようと思って、フーディン、これ早回ししてます、結構。でね、そう、2回やってもうレイドパスないと思ってたら、なぜかもう1枚あったんです。私ちゃんといつも色をね確認してなくて、パスの色、うん、今動画で映ってたのかな、わかんないけど、そう、このあともう1回ねレイドバトルしてるんですよ。道具の整理をしていたらもう1枚あったので、なんでって思ったんだけど、また違うジム、近所のジムでね、影になっているレイドバトルがあったので、持ってないやつだったらちょっとやってみちゃおうかなと思ってやりに行ったらねまあこの後見ればわかるんですけど、撃沈でした。ね、そういう対策も考えてやらなきゃいけなくなってきたんだなっていうのを感じます。はい。で、ですね、今日、これがアップされているのが12日の金曜日、はい。明日13日土曜日は、ポケモン GO の動画お休みさせていただきます。ちょっと出かけていてアップが難しそうだなと思うので、ポケモン GO は出かけるのでやるとは思います。県外に行くので、ちょっとそのね、いつも見ないポケモンとかいたりするだろうから、ちょっとそこは楽しみにしています。それは明日、明後日にあげれると思います。で、明日の10時にはポケモン GO じゃない違う動画をアップする予定になっています。なのでよかったらご覧ください。はい。これなんかしょぼいのかなと思ったら結構強いんですね見た目で判断するなって感じなんですけど、はい、これも撃沈でした。そう、私ポケモンを育てるということをあまりしてないんですけど、その辺ちょっとやっていかなくちゃいけないんだろうなというのもちょっと思っています。うん、なんかね、まんまとハマっているまんまとハマっている感じです。本当にあとはいつ飽きるかだけなので、そのポケモン GO のイベントとかが私を飽きさせなければ
飽きないかもしれないし、まあそう言ってても突然飽きちゃう時もあるのでね、そこは自分でも何とも言えないんですけど、はい、今はまんまとハマっております。はい、なのでちょっとね、遠いところに行く、出かける用事はすごく今はウェルカムな感じ。あのどっちかというとデブショーなんですけど、ポケモン GO はすごいなと思います。私をこんなに変えてしまってみたいなね、はい、ということで今日は撃沈3連発でも色違いのスリープ出たよっていうのもね、ちょっと見ていただきたくて、そんなポケモン GO になりました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。はい、おしまいです。お疲れ様でした。